おはモーニング。今日はとっても大切な予定があるので、まだ外が暗い早朝から始動している坂村です。ファン坂見たいよと思ったら爪が引っかかってるだけでした。朝の目覚めはレモンサワーで乾杯。お肌ビタミン補給でとやとや目指してます。というか起きれないので徹夜の延長戦。念願のあの方にお会いできるので、3日ぶりに風呂入って髪も洗ってメイクもバッチリ。珍しく朝ごはんも健康的に魚チップ多め。朝はさ、納豆はタロン豆だよね。納豆ご飯はいつだってよしー。よそ行きの格好もたまにはありかな。それじゃあ YouTube の原点にして頂点、憧れの大先輩、学生の頃から見続けていたあの人に会いに行ってきます。3、2、1。おはモーニング。朝4時に起きたので、お昼過ぎの今はもう眠い。セイキン TV のセイキンです。世界一のユッケ坂村さん、この度はチャンネル登録者数100万人突破、本当におめでとうございます。美味しそうにお酒を飲んで食事をする姿はもちろんなんですけれども、独特なナレーション、そして決してブレることのない BGM、 かっこ呼び込みくんエレクトロバージョンみたいな、まあ、このあたりが他にはない雰囲気で人気の理由なんじゃないかなというふうに思います。ほとんどの動画に全編ナレーションというかアフレコをされてるじゃないですか。これってすごく大変だし手間のかかるものだと思うんですよ。で、それもただ説明するんじゃなくて、ちょっと普通の人ではなかなか出てこないような言葉がふんだんにこう取り入れられてるので、やっぱそこがすごいところだと思うんですよ。いやー、僕はもう作文が大の苦手なので、全編ナレーションを自分で考えてやってくれって言われたら、それはもう無理です。それはちょっと勘弁してくださいっていう感じになっちゃうんで、まあ、誰か文章を考えてくれたら喋りますけど、そのぐらいまあ難しいことだと思います。はい、ということなんですが、これからもですね、くれぐれも体には気をつけながら坂村さんらしい動画作り続けていただければと思います。これからも応援しております。それではまたお会いしましょう。 See you next time。ねえ、すごくない？なんと、セイキンさんからメッセージをいただきました。急に褒められすぎてもはや恥ずかしい。コミュ障も相まって画面越しで失礼します。そして本当に開封遅くなっちゃいましたが、このタイミングで金の盾を開封したいなと思って、動画では温め続けていました。じゃんじゃらーん。すごいね。汚い私の家が全部鏡張りで映るっていう。すごいです。欲しいね。漏れるしね。これ横に置くと心なしか顔が漏れる気がする。すごいです。本当に実感なさすぎますね。銀の盾これなんですけど。いや、全然大きさ違うのこれ。我が家なぜかこたつですらなくなるくらいなんか物に溢れているので、なくさないように、まあ、自称ミニマリストなんですけど、ちゃんと整理整頓を試みていきたいと思います。すごいね。あれ、呼び込みくんの腕もなくなっちゃった。やっぱね、なくなるよね。神隠し起こるんですよ。まあ、我が家なんで、いつもの寝巻きスタイルに着替えてきました。しわくちゃなんですけど、許してください。嬉しすぎて、にやける。せっかく、めでたいってことなので、セイキンさんにちなんだ、岩塩プレートとか溶岩プレートとか、水晶プレートとかやろうかな、焼肉やろうかなと思ったんですよ。特別だし。でも、どれもこれも確認したら、森みたいに、なんかふわふわのマリモみたいのがいっぱいこぶりついてて怖かったんで、今日は一番私の好きな鉱物を入手してきました。しかも特別仕様なんですよ。見て。てってれーれーでんてん。ビッグマックケーキです。じゃーん。そして、カップルチャンネルなんで、彼氏のビールを連れてきました。一応元旦那にも出演してもらおうと思って待機してもらってます。これ作るの大変だったんですよ。枝の部分の強度が高いポテトを探すのが結構大変で苦労しました。こんな感じで飲みますか。おしゃー、乾杯。くー、おしー、最高。こんな感じでたまにはポテトイントゥーケチャップもありだな。日頃こういう時って高級なステーキ肉とか食べようかなみたいなことが多いと思うんですけど、やっぱり丁寧な日常日記みたいなね、日々に皆さん共感してくれてここまで来れたので、私にとっての日常の中の特別食べていきたいと思って注文しました。レタス、改めて感謝とともにいただきます。バクッとおしー。前を向きたい時、私はビッグマックを食べる。妹とピエンさん3人で遊ぶ約束して誰も来なかった時もビッグマックを食べた。誕生日を一人で過ごした時もビッグマックを食べた。100万人になったけどコロって高熱出していた時もビッグマックを食べた。この先何度もくじけそうになるだろう。だからこれからもよろしく。日常の特別といったら、ナゲットソースにポテトつけちゃうのでも特別。
いつも食べるときにさ、必ずナゲット頼むわけじゃないじゃん。ナゲットだけにするかポテトだけにするか悩む人もあるからさ、両方頼めたときにしか使えない必殺技、大体夢って5分から10分で終わっちゃうから、一時的で吐かないから夢なんだろうね。最後の一口を噛みしめて、今日という特別な一日にありがとうを伝えたい。せっかくなので、シャッケさんたちにもいつもより贅沢な缶詰あげたいと思います。わーかって、やめて、そっちじゃない。猫様たちも、おしーと心の中で叫んでいるに違いないです。最近シャッケは言語習得したのか、変な声喋りかけてくるんだよね。わーおやつもらうわーみたいな。一人暮らしもここまで極めると猫と対話できるようになるみたい。幸せすぎてハイテンションになって、感謝の気持ちダンス披露してくれるみたいです。しかもこれテイク9だったから、もうすでにめっちゃ汗だく。体力測定学年最下位だった私による初めての踊ってみたなので、文化祭でも見せられないクオリティになっちゃった。結構いい運動になりますよ。おすすめです。激しく踊ったせいか、寝不足も誤って体調不良になって寝たら夜になってた。ポテトももうポテトじゃなくなってました。冷めたマックフライドポテト、捨ててませんか？これは許されない行為。終身刑に値するからね。冷めたマックポテトを激うまアレンジできると教えてくれたのも、聖剣さんだった。ジャンクから構成した健全なジャガイモオムレツになってる。記念に100万人って書いただけなのに、次元現場みたいになりました。第2部は、元旦那のハイボールで、乾杯！グビグビっと。おしー！オムレツも本当にうまくて、毎朝これなら食べても許されそう。深夜にポテ投げ買って食べて、残したらそのまま朝ごはんに転生するルート、これ完璧でしょ。せっかくなので聖金さん見て買ったものの、組み立てがイケアよりも複雑で一度しか使ってない本当に食べられるお菓子バーガー製造マシン使ってみようかな。パティがなんか違うものにしか見えない。これ治療最強に大変かもしんない。うわぁ、あーやばすぎるね。できました。助けを考えるだけでゾッとするバーガーですね、これ。美味しそう？うまい。甘いけど。おいしい！この後、洗い物が地獄すぎていろんな意味で忘れられない一日になりました。天国と地獄、強烈で。改めて、本当に、100万人、ここまで来れたのは、みんなとの熱い乾杯のおかげです。これからも、よろしくお願いします。ありがとうございました！聖剣さんからも健康にねって言われたので、クーロウンチちゃんと調達してきましたよ。いつか3次元でお会いできることを夢見て。 See you next time。 おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。本当 YouTube っていう存在を知って、そこからなんか動画見てみようかなと思って初めて再生したのが聖剣さんの動画でした。あの時偶然おすすめに出ていた聖剣さんがいなかったら、私もう YouTube 見ていなかったかもしれないので、今こうして見るだけじゃなくて投稿することになった全ての起源が聖剣にありきだと思ってます。私も見てくれている誰かのそういう存在になれるように、これからも先日更新続けていこうと思います。ほんにゃん。